マシャさんは当然ウルフだと思うんですけど、マッティさんが何を使うのか。ご存知でないんですよね、僕は。まずそこから。マッティさんはメンメンですよ。なるほど、うん、ちなみにマシャさんは確かメンメン、アキラさんを倒して勝者側で上がってきた気がするんで、トーナメント見、いや自分のスマホで見るわ。あ、いいですか。マシャさん確かラウンドワンっていう分アキオンさんと当たってた気がするだよね。ということはまたメンメンですか。なんか最近チューブにはメンメンが実は多いのではみたいな話がありましたけど、マシャさんはなんとメンメン連チャン。しかしマシャさんはアキオンさんを2ズルに倒してますからね、これは分からない。さあマッシャーマッティーミナツサイド2回転ステージは戦場。このカードは投げでまず外に出して回避。さあいきなり厳しい展開になったが、なんとか楽器には捕まって、しかしややマッシャーウルフ苦しい立ち上がりか。クエヌ上スマ空振ったところに空前から横強ワンコンボだ、強気な出し投げ、はい、おおジャンプ読みの空で大きい下スマ差し替えセンター。いや今の下スマはすごいですね。さあ崖上がり弱で暴れて切り返す、投げが通るギリギリの間合い、ワンコンボさあホールド、崖上がり通らない、これはウルフ厳しいがジャンプがある、しかしこれはなんとかギリギリ、しかしダメージ 120%。 メガボルトが置いてある、マッティメンメンあっという間に2ストック全種。マシャウル厳しい立ち上がりだが、崖上がり攻撃、ジャスガからのシャスマッシュ切り返して1ストック奪い返していく。マシャウル 0%、 残り1ストックですが 0%、 メンメンはやっぱ復帰が脆いんでね、復帰阻止が通ればまだまだ全然わからない。さあ空N から欲求が通って、流れがややマシャウルに傾いてきたか。ステージ中央に陣取るマシャウル、投げは回避で透かして上投げ、空前そこに出して崖の展開、ジャンプ上がりに急所置いてある激痛、マシャウルなんと追いついてしまった。あの絶望的なストックさ分からなくなってきた。そ投げはお見通し、その回避で透かして崖の展開、空前空上に置いてあってなんとか届く、しかし後ろまで。さあ崖メガボルトを置いてなんとかウルフを追い払う、透かし投げが通ってしなげ外に出して崖の展開、返さない返さない、崖から返さない、マシャウルフ空前。さあステージを戻ったがいつの間にかマッティ面々のダメージが 126%。 さあ空車が通って崖、これはうまくダイブに着地して素晴らしい復帰。その流れが変わったか、ターンが変わったように思えるが、クエヌを下からかぶせてお手本のような復帰阻止。2ストック先制から絶望的に思えたマシャウルフ、なんと復帰阻止で3スト一気に削り切って1本取っていく、うますぎる。これはもう歴戦のですよ、本当復帰阻止が。まあ、メンメンって横方向には強いんですけど、特にやっぱ下から被せられるような
技に対する切り返しが空したぐらいしかなくて、今の状況なんかはかわされたら面々逆に下に落ちて死んじゃいますからね。死んじゃう、まあ撃墜されちゃうんで。いやー、今のはお見事ですね。さあ、ちょっと流れに乗ったかに思えたマッティ面々、2戦目まずは取り返していきたいところ。ステージは小戦場、熊江熊江熊江、外に出して、さあ崖、マシャウルフの崖、なんとか弱で切り返してラインを上げ返す。あと1試合目、さっきの印象的だったのは1ストック目結構投げが通ったんですけども、それ以降全くマシャさんが投げを通さなかったのもかなり印象的でしたね。これが歴戦のモサ、チューブ最強の一角マシャウルフ。2戦目、さあ立ち上がりダメージはほぼ五分といったところでしょうか。1戦目の投げが使ってしまうが横スマは間に合わない。しかし基礎の展開、空島のメガボルトで追い払って見てる。さあ投げは拒否して立ち回り戻って、ダメージはお互いに5分。上スマはジャンプでうまく透かして後ろ投げ、外に出して空への置いてあって回避、これはまだ届くか、届かない。やしかし上 B 最後の悪あがき、お前も道連れだと。お互いにストック同士、下ないから DA 外に出して空への持続をかぶせて、ジャックジャックジャック、なんとか待って、面々ステージ上に上がるが連携が全てガードされきってしまって、空後ろが置いてある。今度は上から空後ろをかぶせていく、お手本、まさに面々戦の復帰阻止はこうやるんだ、こうやるんだぞと言わんばかりのお手本のようなかぶせ方ですね。攻撃の何が通って、さあ崖の展開、まずは取り返したい、ストックを追いつきたい。待って面々ナイガー使って DA からさらにジャックを刻んでガード仕切って立ち回り、大上段はやや大きくないか。さあステージの中央に対してウルフラッシュで復帰、手前外に出して、さあ復帰阻止、ジャンプは使ったぞ、なんとか掴まれるがジャックで切り返す。さあラインを上げてきたところにナイガー置いてある、これは崖掴んでライン入れ替える、復帰阻止の展開、2回打ち切って崖の上から追い返していく。立ち回りブラスターが刺さって刺さって、できる限りダメージを食らわないようになんですが、下からクエンかぶせて回避がない、クエンで追い打ち、これは戻ってこれない。マーシャルあまりにも華麗な面々対策、ウルフで面々いけるんだ、すごすぎる。さあマッシャウルフ、アキワン面々、マッティ面々。